フランスはいち早くアメリカの独立を承認し、イギリスに宣戦布告しました。さらにスペインもベンジャミン・フランクリンの尽力によってフランスと同盟して参戦し、他のヨーロッパ諸国もロシアのエカチェリーナ2世を中心に武装中立同盟を結んでイギリスを牽制しました。またポーランドのコシューシコのように個人として独立軍に参加したヨーロッパ人の義勇兵もいました。1781年にヨークタウンでアメリカ・フランス連合軍がイギリス軍に大勝し、独立戦争は実質的に終わりました。そして1783年にパリ条約が結ばれ、ここにアメリカ合衆国を構成する13州は独立しました。連合規約では未だに13州が主権を持っていたために強い中央権力がなく、外交や通商について不便が生じました。そこで1787年に憲法制定会議が開かれ、合衆国憲法が採択されました。それは人民主権と三権分立の原理のもとに、各州に大幅な自治権を認めながらも中央政府の権限を強化するものでした。しかしこの憲法に批判的な反連邦派と憲法を支持する連邦派がそれぞれ形成され、それらが後の政党の前身になりました。例えば反連邦派が母体となったリパブリカン党が前身となっている現在の合衆国の政党が民主党ですね。以上のようにこの独立革命は18世紀後半から19世紀前半の大西洋を挟んで起こった一連の大変革、いわゆる大西洋革命の始まりでした。